はい、こんにちは。中央大学の問題紹介するんですけども、これ経済学部の問題なんで、まあ文系ですよね。なんで、まあ数二までの範囲で解くのがまあ本来なんでしょうけども、別に文系の大学を数三の分数関数の微分やなんかを使って解いたからといって、褒められることはあっても減点されることは絶対にないんで、まあ文系の数二までの解き方と、あとまあ数三を使った分数関数で解く方法、まあ両方紹介するのに、まあ文系の方でも、積の微分とか分数関数の微分やられて損はないんで、まあどうしてそうなるかって話もしてみたいと思います。じゃあまずとりあえずは、数二までで解くならば、これとこれが3次関数と1次関数が相異なる3点で交わる K の範囲っていうんで、これ連立させちゃって、分数関数の時は連立させちゃうんですけど、まあ連立させちゃって、まあそれを3次関数とすると。例えば G カッコ X を引き算するから X3 乗プラス 3X2 乗で、まあマイナス2が消えてくれるのは嬉しいんですけども、マイナス K カッコ X マイナス1と。こうやって、相位30個を持つ。これがイコール0が相位30個を持つからっていうんで、まあ極値があって、まあこんなような極大値と極小値の積が負ですよなんてやろうとすると、これはちょっと大変なことになっちゃいますね、きっと。まあ微分したときに、3x 次乗プラス 6x マイナス k。これがそもそも因数分解できないと。そうすると、極大値極小値の x 座標が、まあ k の混じった汚い式。それをこれにぶち込んで掛け算して負なんていうのはそれはちょっと大変すぎ。なんでそれはやりたくないと。じゃあどうやってやろうかなって言うときに、こっちの F カッコ X はもうこれもう形決まってますと。で、この直線の式が特徴的な形してるのは、これある一点通るのはもう一人でわかるんですね。X に1代入したら K の値関係ないと。X に1だったらもう Y は必ずマイナス2なんで、K の値が何であろうと、1って言ったっけ、ちょっと。1、マイナス2を必ず通ると。この直線は。で、じゃあ、この F カッコ X のグラフをちょっと丁寧に書いてみれば、まずそれには微分して、3X2 乗プラス 6X なんで、3X で引くって X プラス2だから、マイナス2と0で極値を持っていて、で、極小値が、0の時でマイナス2。だマイナス2ってのは実は、1マイナス2っていうのは、その極小値のところの、まあ、隣っていう言い方もですけど、隣ですと。で、まあ、グラフ、まあ、そんなに極大値がいくつとかあんまり関係ないんで、グラフを大雑把に書くと、こう、マイナス2の時来て、で、ここで極小値。で、まあ、こんな風に上がっていくと。で、この真横に必ず通る点がある、この直線が。そうすると、ここを通る直線が、この3次関数と3点で交わるには、これまず真横にピュッと伸びていくと、ちょうど接して、まあ10回と1箇所、まあ2箇所。で、これよりもちょっと斜め上に行けば、一目分かる通り3箇所で交わると。で、これで傾きマイナスですよね。傾きマイナス、これ傾き0。傾き0から、まあ、傾きが、坂としては増えていくんですけど、まあ、マイナスの値だから、減っていくっていうんですか。0から減っていって、0からどんどん減っていって、まだ交わ3点、まだ3点つって、この、接する瞬間まで3点ですと。0からどんどん減っていって、ここまで OK と。3箇所で交わると。で、一方、傾きが0から、プラスになっていくと、プラスちょっと、例えば2分の1とか、じゃあ、1箇所だけ。で、もうちょっと傾きが急になると、それでもまだダメ。で、この、接した瞬間、ここ接点と、これ、あっちの方でちゃんと交わるんで、10回ともう1箇所、2箇所。で、それよりも傾きが増えると、ここと、これ、3次関数でいずれ、これ逆転するんで、こっちの必ず。1、2で、3箇所。これも、すごくしたもので交わります。実数回2個と虚数回ってありえないんで、必ず実数回3つありますと、下の方で。っていうふうに、ぐるぐる回して、じゃあ0から減ってってどこまで大丈夫かなと。で、プラスだったら、ちっちゃいうちはダメで、ある程度でかくなって接した瞬間以上はもう常に
大丈夫ですよ。これぐるっと回って真上行くのがプラス無限大で、それよりもちょっとこっち来ちゃったらそれもマイナスになっちゃうんで、それはもうマイナスは考慮してるんで、じゃあこの接する瞬間がどこなのかっていうのを探し出してあげれば、まあ答えが出るという考え方。じゃあここを通る接線だからっていうんで、こっから接線引くって考えるよりは、ある接線の方程式作ってそれが 1-2 を通るって考えた方がいいんで、じゃあとある点を通る接線をまず書いてやると、t 3乗プラス 3t 次乗マイナス2を通る接線の式はもう微分してあるんで、 y イコール 3t 次乗プラス 6t かっこ x マイナス t プラス t 3乗プラス 3t 次乗マイナス2だから、 3t 次乗プラス 6t かっこ x でマイナス 2t 3乗で、マイナス 3t 次乗マイナス2と。それが1マイナス2を通る。だから、マイナス2イコール、1入れるんで、次数の高い順に、マイナス 2t 3乗。で、t 次乗が 3t 次乗とマイナス 3t 次乗でちょうど消えて、プラス 6t。で、マイナス2が、これも消えてくれて、結局。で、2で割って、t 3乗マイナス3t が0なんで、t カッコ t 次乗マイナス3と。ってことは t が0と、プラスマイナスルート3。0ってのはこれですね、これ。この瞬間、この接線。で、プラスマイナスルート3が大きい方がこっち、ちっちゃい方がこっちと。いうことで、接線の傾きだけでいいんで、もう傾きだけ。ルート3を入れた方が、9足す6ルート3。が、このプラスの傾きのこの接する瞬間よりも、でかければ、もういくらでかくても OK と。じゃあ、まず一つの範囲は、K が9プラス6ルート3よりもでかいとき。で、もう一個の方、マイナスの方は、ここに入れるんだから、9引く6ルート3。これは負ですよね。ルート81と、ルート108なんで、こっちの方がちっちゃいから負です。押すと、0の瞬間から、までだ。0の方がでかいんで、0が、マイナスの方がちっちゃいから、K は、0よりちっちゃくて、この、一番ちっちゃくなった時が、9引く6ルート3。これが一応、答えの範囲になります。っていうのが、これが一応、数2まででやる方法で、この線をぐるぐる回すのは、まあ非常に図として見づらいので、定数は分離せよっていう、まあ格言かどうか知らないですが、あるんで、実は数算で分数関数で考えた方が、まあ、横線一本で引ける、考えられるんで、グラフさえ丁寧に書ければ、そっちの方がやりやすい。で、それには、微分、積の微分、分数関数の微分、f カッコ x の n 乗の微分、等が必要なんで、まあ、くどいようですが、公式は、意味も分からず導けずに使うのは嫌なんで、承認します。で、それの前にまずそもそも微分の定義。微分の定義ちゃんと言える高校3年生ってどれぐらいいるんですかね。まあ、大学受験しない高校3年生は除いたとしても、まあ、それもちろん文系で数学なんかやんねえよって人は、まあ、とりあえず含めて、大学行こうとしている人で、微分の定義がきちんと言える人、何パーセントぐらいだと思いますか？私ももちろん答え知りませんけど、私の感じだと、想像ですけど、あくまで想像。まあ、じゃあ、あとでちょっとコミュニティ機能でアンケートを取ってみたいと思うんですけども、私の想像だと多分、大学を行こうと考えている高校3年生のうち、微分の定義がきちんと言える人、せいぜい 5% じゃないですか、きっと。もう定義とか、は知らんと、公式は覚えればいいという人が多いと思うんで、定義きちんと言える人は少ないんじゃないかと。じゃあ微分の定義って何なのかっていうと、中学の時に変化の割合っていうのを習ったと。変化の割合、変化の割合って何ですかと。変化の割合は x の増加量分の y の増加量、まあ直線だったらそれが傾きですと。直線2点の
傾きを示すのが変化の割合、 x の増加量分の y の増加量で、この x の増加量を限りなくゼロに近づけていけば、その瞬間における変化の割合、すなわちそれは接線の傾きが出るんじゃないのっていうのが微分ですね。なんで微分の定義っていうのは、微分の定義は x の増加量、まあここでは hx の増加量を限りなくゼロにした時の y の増加量マイナス f かっこ x と、これが微分の定義ですよね。 x の増加量分の y の増加量で、 x の増加量を限りなくゼロに近づければ、それは瞬間における傾きはすなわち接線の傾きじゃないのというのが微分の定義。じゃあそこで一般的な x の n 乗とかの微分はまあもうもちろんいいとして、じゃあ、積の微分。F カッコ X、G カッコ X の微分はどうなってるかと。いうのを考えるのに、もう定義に忠実に、リミット H 限りなく0の H 分の F カッコ X 足す H、G カッコ X プラス H と。で、引くことの F カッコ X、G カッコ X と。これが微分の定義そのもの。で、なんでここに隙間空いてんのっていうと、ここに余計なものを突っ込んで、突っ込んだからにはそれは減らすという。これを導くのに、それは知らなきゃできないよっていうことも言えるかもしれませんが、数学では欲しいものを突然持ってくるとよくやってますよね。例えば一番簡単な例というのは、x2 乗マイナス 2x プラス5とかっていうのを平方完成したいと。平方完成したければ、じゃあここに1があったらいいな。こんな1もともとなかったんだから取ってあげればいいと。そうすればこれで x マイナス1の2乗をプラス4というふうに平方完成できる。平方完成するために、ありもしなかったものを持ってきて、入れちゃったものはこれ突然持ってきちゃいけないから取ってあげると。いうふうに辻褄合わせすることはよくある話と。じゃあそしたらここで欲しいものは何かというと、引く。F カッコ X プラス H、G カッコ X。これが引き算で欲しいと。で、これ引き算しちゃったから、じゃあ今度足せば消えるんで、F カッコ X プラス H、G カッコ X と。これ確か文系でこれ証明させる問題出た大学あったというような気がします。忘れましたけど。じゃあそうするとこれ、前半と後半分けてあげると、リミット H 限りなく0の H 分の、で、これ、F カッコ X プラス H でくくれると。F カッコ X プラス H でくくれて、G カッコ X プラス H 引く G カッコ X と。くくれると。で、プラス H 分の、こっちも今度は G カッコ X でくくれると。そうすると、F カッコ X プラス H 引く F カッコ X と。そうすると、ここに微分の定義そのものですねと。G カッコ X の増加量。分の、じゃあ割るか、H。H 分の G カッコ X の増加量。微分の定義そのもの。じゃあ、これは F カッコ X プラス H、G ダッシュカッコ X と。で、こっちも同じで、これが微分の定義そのものなんで、G カッコ X、F ダッシュカッコ X と。これで、あとはもう H はもう0に近づくんで、もうここはもう0にしちゃっていいと。そうすると、微分そのまま、そのまま微分っていう、積の微分の公式が一応証明できましたと。じゃあ積の微分が証明できたならば、そうすると今度は F カッコ X の N 乗の微分がまあ証明できると。とりあえず一応ここでは N は自然数としてやれば数学的機能法が使えそうなんで、 N 自然数として F カッコ X の N 乗の微分、これってここに中括弧いるのかな、なしでいいや。じゃあこれもやはり、これはあれだ、結論ありきで数学的記号で証明するんで、まあ、x の n 乗の微分って nx の n-1 乗なんですが、ここに実は x の微分っていうのが実は隠れてるんですね。これ1ですよね。x 微分したら。と同じでこれは nf カッコ x の n-1 乗に f' x がまあくっついてると。まあこれ一応結論ありきで証明だけします。数学的機能で証明しましょうと。n イコール1の時は、f カッコ x の1乗の
微分なんで、それは1 f カッコ x の0乗かける f ダッシュ x で、これは11だから合ってますよ。 OK。 じゃあ n イコール k の時に f カッコ x の k 乗の微分が k f カッコ x の k 引く1かける f ダッシュ x がまあ正しいと仮定すると、 n イコール k たす1の時は f カッコ x の k たす1乗の微分は、 f カッコ x の k たす1乗というのは f カッコ x の k 乗かける f カッコ x のことですね。これで k たす1乗の微分なんで、ここでさっき証明した積の微分が使えると。微分そのままそのまま微分なんで、微分これの微分は今これが正しいという仮定なんで、 k f カッコ x の k 引く1 f ダッシュ x 微分そのまま f カッコ x 足すそのまま f カッコ x の k 乗これの微分と f ダッシュ x と、そうするとここに f カッコ x の k 引く1乗と f カッコ x があるんで、これ合わせると、合わせると k f カッコ x の k 引く1乗と1個かけるんで k 乗で f ダッシュ x 足す f カッコ x の k 乗 f ダッシュ x と、そうするとこれで、これ共通因数なんで k 足す1f カッコ x の k 乗 f ダッシュ x っていうふうに、 k たす1の時でもちゃんと肩の数字が前に出てきて指数が1個減って f ダッシュ x かけてるんで正しいということで、 k たす1の時も正しいと言えたんで、これが言えましたと。じゃあ今これが言えたんだったらば、今度は分数関数の微分したいのに、マイナス乗もマイナスなんとか乗も微分したいと。今これ自然数だけで話したんで、マイナス整数上でも証明したいんで、じゃあ今 n をマイナス m で m 自然数とすれば、マイナスの場合、マイナス整数の場合も証明したいということで、 f カッコ x の n 乗っていうのは n をマイナス m としたら、f カッコ x のマイナス m 乗っていうのは f カッコ x の m 乗分の1と。じゃあこれ微分しましょうと。f カッコ x の m 乗分の1の微分と。これが証明できればもうこれ n がマイナス整数でもマイナスの整数でも使えると。じゃあやはりもう定義に従ってリミットの h 限りなく0のh 分の f カッコ x プラス h の m 乗分の1引く f カッコ x の m 乗分の1、これが微分の定義そのもの。じゃあこれ分母分子にこれかけちゃいましょうと。分母分子にこれとこれをかければ、下が hf カッコ x 足す h の m 乗かける f カッコ x の m 乗分の f カッコ x の m 乗引く f カッコ x プラス h の m 乗と。じゃあそうすると今 n がマイナス m で、今これがちょうどマイナスを前に出せば符号がマイナスカッコf カッコ x 足す h の m 乗引く f カッコ x の m 乗に変えられます。マイナスマイナスで、それの h なんで、この部分は例えば f カッコ x プラス h の m 乗 f カッコ x の m 乗と、そうするとこの h 分のこれって微分の定義そのものですよね。そうするとマイナスf カッコ f ダッシュカッコ x のこの式f カッコ x の m 乗の微分そのものですよ。これはマイナス
で、これの微分はもう、m 自然数なんで、さっきやった。これ、m は自然数なんで、マイナスで、で、m、f カッコ x の m 引く1乗 f ダッシュ x というふうに、この部分がこれで、それにマイナスがくっついてる。それをかける、f カッコ x プラス a1 の m 乗 f カッコ x の m 乗分の1と。そうすると、これが、もう h はもう分母から消えたんで、なくなっちゃっていいから、マイナス m、f カッコ x の m 引く1、f ダッシュ x かける、これは、f カッコ x の m 乗と m 乗かけてるから 2m 乗分の1と。そうすると、f カッコ x の m 引く1乗と f カッコ x の 2m 乗で割ってるんで、指数は m 引く1引く 2m すればいいんで、マイナス m、f カッコ x のマイナス m、マイナス1乗、f ダッシュ x と。いうようになったと。で、そして今ここで、n がマイナス m、マイナス m は n なんで、マイナス m は n なんで、n、f カッコ x のマイナス m が n だから、n 引く1、f ダッシュ x っていうふうに、n が負の整数でもこれが言えましたと。じゃあそうすると、ここで積の微分がもう証明できると。g カッコ x 分の f カッコ x。ちなみに積の微分は、じゃなくて分数関数の微分です。すみません。分数関数の微分は、私もう覚えてないです。もう毎回毎回、これを f カッコ x かける g カッコ x のマイナス1乗って考えればいいんで。で、積の微分はもうマイナス乗でも今証明したんで、もうそのままこれを微分するんだったら、f カッコ xカッコ x のマイナス1乗の微分なんで、微分そのまま f ダッシュ x 微分で、そのままってのはまあ g カッコ x ですね。で、足すことのそのままで、これの微分マイナスでもこれ使えるんだから、マイナス1が出てくるから、ここはマイナスで1減らすから g カッコ x のマイナス2乗だから2乗分の1で、忘れちゃいけない g ダッシュ x もかけると、これ。いや、そうするとこれ、g カッコ x の2乗で通分すれば、こっちに g カッコ x かけるから、f ダッシュ x、g カッコ x、マイナス、こっちはそのまま、f カッコ x、g ダッシュカッコ x と。これで一応分数関数の微分も証明できたと。じゃあ、それだったらもう安心して、これを定数分離で解きましょうと。そうすると、これまあ、交点求めたいから、まあ、引き算しちゃうと。そうすると、x3 乗プラス 3x 乗で、このマイナス2がちょうど消えてくれるんで嬉しい。マイナス k カッコ x マイナス1が0と。じゃあ定数は分離したいから、こっち持ってきて、x3 乗プラス 3x 乗が k カッコ x マイナス1と。で、x は1じゃないですね。1入れると0、0にならないんで、x は1じゃないから、x-1 で割っちゃって、x-1 分の x3 乗プラス 3x 乗と、が k と。じゃあ、この関数さえ微分して、極大値、極小値、極大極小を求めて、グラフかければ、横線引っ張るだけで、3箇所で交わる k の範囲がわかると。じゃあ、g カッコ x を、x-1 分の x3 乗プラス 3x 乗で、やると g ダッシュ x は a と微分 3x 乗プラス 6x そのままで、そのまま x3 乗プラス 3x 乗で微分するのに、x-1 のマイナス1乗だからマイナスが前に出てきて、でこれ微分するとマイナスが減るんで x-1 の2乗で、これの微分は1なんで関係ないと。そこら x-1 の2乗分の、こっちに x-1 かけるから、3x 乗プラス 6x にかけるんで、3x3 乗プラス6引く3だから、
6-3 だから 3x 次乗で、マイナス 6x っていうのかな、で、引く x3 乗引く 3x 次乗なんで 2x3 乗で、消えて引く 6x と、そうするとこれが x-1 の2乗分の 2x かっこ x 次乗引く3だからプラスルート3 x-ルート3と、これで微分できたと。じゃああとは増減表を書く。x-1 分の x3 乗プラス 3x 次乗、じゃあ増減表を書くのにポイントのになる場所は、0とマイナスルート3と1とルート3ですね。と、マイナスルート3と0と1は x 取らないですけどね。と、ルート3と。そうすると、マイナスルート3よりもちっちゃいと、マイナスマイナスマイナス、マイナス3つだから、ここが0で、負。じゃあ、減る。で、マイナスルート3よりでかくなると、マイナスマイナスプラスだから、プラス。なんで、増える。で、0の時は、0と1の間だったら今度プラスになるからプラスプラスマイナスだから減る。で、1から増えてもまださらに減る。で、ルート3を超えるとプラスになって増えると。そうするとグラフはどんな感じになるかっていうと、これももういいか。まずマイナスルート3の時の値はここなんで、マイナスルート3引く1分の、マイナス3ルート3足す9。で、これは分母を有理化すると、さっきの値になります。9引く6ルート3。で、0の時は、0ですね、0。で、1の時は取らない。で、ルート3の時はさっきの値の反対で9足す6ルート3になります。そうするとグラフは、6引くルート3、あ、9引く6、9引く6ルート3で、極小値で、で、0の時に極大。で、1の時に全近線。マイナス0になるんで、これマイナス0になるんで、1の下から迫ってるんで、こっちの方がでかいんで、マイナス0になるんで、マイナス無限大。で、こっちは、プラス1なんで、プラス0なんで、プラス無限大から落ちてきて、で、6足す、9足す6ルート3で、極小と。なんで、横線あと引っ張れば、9足す6ルート3よりも、でかければ、OK と、3箇所。で、ここは、0と、ここの間。9引く6ルート3の間と。0と、逆か。9引く6ルート3から0の間と。いうのがグラフが書ければ、できますという話になりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。